古いエコキュートのメンテ記録です。素人が修理するとき、部品の調達が大変で、特に今回の部品は古いため、メーカーにも在庫はなく、ヤフオクで他の温水器の部品をゲットし流用しました。止水バルブを閉じます。圧力をちょっと抜きます。変圧弁は断熱材にくるまれています。減圧弁ストレーナーを取り外します。取り外したストレーナーはプラスチック部分がボロボロになっています。他の温水器から取り外したストレーナーは全く同じ型でした。水漏れ特になし。はい、ありがとう。